さんこんにちは、あかりんことよしのあかりです。さあ今日はですね、すごくすごく嬉しいコラボ動画です。こちらサンタマルシエのディープクレンジングとのコラボ動画になります。このねクレンジング、私の動画ね見てくださってる方は過去に何度か見たことがあると思うんですけれども、もう私がすごい大好きで何本リピートしたかもわからないし、家族で使っているし、必ずお家に1本置いてあるクレンジングになっております。本当におすすめの商品なので、今日はこちらの商品をね詳しく紹介していきたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの自主力動画スタートです。さあということで早速やっていきたいと思います。まず商品こちらです。サンタマルシエのディープクレンジング、私が絶対にお風呂場に置いている大好きなクレンジングです。詳しく分かって使ってたわけじゃないんですけど、本当にすごくよく落ちるっていうのと、あとは肌への負担が少なくて突っ張りにくかったりとか、あとすごい一番気に入ってるのは大容量で、家族で使っていても全然なくならないから気にせず使えるなって。クレンジングってやっぱりちょっといいものとかお高いものを使うとチビッと使っちゃおうみたいな、消えちゃう時とかあるんですけど、これはもうポンプでパン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 って出してスル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 って出せるくらい大容量なので、そういう点がすごい好きで、本当に何本もリピートしてるし、同じラインの商品のピーリングとかも使ってるくらいめちゃくちゃお気に入りです。今回コラボさせていただくことになったんですけど、成分だとかあんまり詳しく分かってなかったので、今回ちょっと動画の方ではそういうのもしっかり紹介していきたいと思います。しっかりメイクや毛穴の汚れをスリと落としてくれて、肌に優しい美容液クレンジングと呼ばれております。天然由来の繊維成分の重曹、あと AHA という2つの成分で毛穴知らずのクリアな肌にしてくれるそうです。で、重曹ってこうお料理とかお掃除とかで使われるイメージがあると思うんですけど、まあ、最近では毛穴対策美容アイテムとしてすごいね出てきてると思うんですけど、重曹はですね敏感肌とかアトピー肌の方でも安心して使えるような成分となっております。かなり粒子の細かい重曹を使用しているため、毛穴のこの奥の方に詰まった古い皮脂とか汚れを根こそぎオフにしてくれるそうですねでもそういうクレンジングってすごい突っ張る感じがするんですけど、本当に突っ張らなくて、それがすごい私はお気に入りだし、すごいね肌がねつるっと綺麗な感じになります。で、もう一つの AHA っていう、ね、成分はですね、鼻周りがテカりやすかったりとか、こう、毛穴詰まりに悩む方にすごくおすすめですね。まあ男性とかでもメイクしないけど、ちょっとこの辺がなんか詰まってる感じとかする方は、メイクしなくてもぜひ使ってほしいなって思うようなアイテムですね、そう。サトウキビ由来の優しいピーリング成分のことを言うんですけど、毛穴の詰まりの原因となるその古い角質だったりとか角栓をこう優しくオフしてくれるんですね。肌のこう生まれ変わるのをすごいサポートしてくれる作用もあるため、新たな角栓が毛穴に詰まりにくくなったりとか、鼻の黒ずみとか、あと白ニキビの予防にもなったりするんですね。すごい嬉しい点がたくさんあります。まだまだありますよ。ジェルタイプになってるんですよ。私そのジェルタイプがすごい好きなんですけど、ジェルイコールオイルタイプに比べてメイク落ちが悪いっていう印象がねある方多分多いと思うんですけど、そのイメージを持ってる方にこそぜひ使っていただきたいくらい、本当に私が長く使う理由はめちゃくちゃ落ちやすいです。どんだけ濃いメイクとかしてても突っ張らず綺麗に落としてくれるので、もうそこが押せる。あとですね、マツエクされてる方にも使っていただけるオイルフリーになってますね。マツエクつける時のこのノリのグルーがそのなんか特定のオイルに弱いらしくて、オイルフリーのものを使った方がいいらしいです。私マツエクしないかちょっとわかんないんですけど、そういう感じらしいですで、あとね1600円なんですよ。400ミリ、大容量で何回も使えるって言ったけど、まあだいたい1回のクレンジングにつき2プッシュぐらいかな平均で、考えると1本でなんと3ヶ月間使えるコスパの良さで、まあそれをねお金で計算いたしますと、まあ私は計算してるわけじゃないけど、なんと1プッシュ8円だから1日2プッシュだから2プッシュでだいたい1日16円ぐらいで肌のメイクが綺麗に落ちるので、そういった点もすごくおすすめですやっぱ安いものがいいですよね。結構私は家から物がなくなるのが嫌だから何でも何でもストックするんですけど、もうこのディープクレンジングはずっとストックね、いつも1、2本置いてるけど本当なかなかなくならないから、そういった点もすごくおすすめだなっていう風に思うし、クレンジングこそケチって使ってたら毛穴が詰まったりとか、やっぱしっかりメイク落とさないと、メイクがお肌の上に残っているっていうことは本当に生ゴミを乗せて寝ているのと一緒って私昔からずっと言ってると思うんですけど、パッと見落ちててもこうやってね毛穴の奥とかに詰まってた毛穴の奥に生ゴミ詰めてることになるんですよ。だからその生ゴミを根こそぎ取らないといけないので、皆さんクレンジングするときはケチらず使いましょうね。だからこういった大容量のものはすごくおすすめです。長々と話していきましたけれども、まあ実際ねどんな感じなのか皆さんにお見せしたいと思います。
わっ、今日はね、撮影してたので、全顔メイクしております。まあちょっと崩れてきつつもあるんですけど、まあ、毛穴周りとかちょっとテカり始めてこんな感じになっております。じゃあこれを落としていきたいと思います。はい、2プッシュ、このくらいですね。本当にスルッと優しい感じのジェルになってます。これでなじませていく感じですね。で、せっかくね、ピーリング効果もあるので、私は鼻周りはすごいしっかり落とすようにしています。こうやってくるくるくるってすることによって、毛穴の汚れが浮き出てくるので。で、唇とかもピーリング効果があるので、私は落としてしまいます。アイメイクとかも今日は本当に落ちにくいと言われているマスカラのウォータープルーフ使ったんですけど、ウォータープルーフも優しくこうくるくるくるっと落としてあげるとマスカラも落ちますね。そうだから、今日なんか朝起きた時に肌めっちゃゴワつくやんって思った時に、洗顔じゃなくて私はクレンジングをするんですね。そうするとツルッとするし、そういう時とかにもね使ってますね。はい、こんな感じで落ちてきたと思うので洗い流していきたいと思います。じゃーん、クレンジング終わりました。どうでしょう、こんな感じ。肌もパッと明るくなるしね、すごい目元とか本当にしっかり落ちますし、そう、洗い上がりがツルッツルなんですよ。本当にゴワつかないし、突っ張らないし、ツルッツル。肌をね、こうツルツルにしておいたりとか、毛穴とかのね、汚れをしっかり取っておいた方が断然メイクが綺麗に乗るんですよ。毛穴がね、目立つ方とかって、その分ね、皮脂がすごい出るから、鼻がテカりやすかったりとか、メイクが崩れやすくなったりするんですけど、クレンジングの時からもうしっかり肌を整えておくことによって、普段綺麗にメイクが仕上がったりとか、普段のメイク持ちも断然良くなるので、クレンジングはね、皆さんぜひしっかりやってください。いろんな可愛いコスメ使って、いいコスメ使って可愛くなるのも、もちろんすごいいいことなんですけど、土台作りもそれと同じくらい大切なことなので、スキンケアとかクレンジングからしっかりしていきましょう。はい、ということで今回はですね、こちらのサンタマルシェのディープクレンジングとのコラボ動画でした。本当に昔からずっと使っているものだったので、すごい嬉しいですし、これを機にいろんな成分も知れたので、ただ普通にいいなって思ってたのが、こういうことで良かったのかっていうのがすごい知れたので、良かったです。ありがとうございました。皆さんもぜひ使ってみてください。今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。アカリンとトシナカイでした。バイバイ。